バネッサ・ジェームスは、カナダ出身、イギリス、フランスの女性フィギュアスケート選手。ペアパートナーは、モルガン・シプレ、マクシマン・コイア、ヤニック・ボヌール、ハミッシュ・ゲーマン。2005年、イギリスフィギュアスケート選手権優勝。その後、ペアスケーティング選手に転向し、2010年、バンクーバーオリンピック2014年、ソチオリンピックフランス代表、2019年、欧州選手権。 2018年グランプリファイナル優勝。2018年世界選手権3位。双子の姉妹メディッサジ。カナダで生まれ、アメリカで育った。父親がバミューダ諸島出身だったことから、イギリスのパスポートを取得、イギリス所属の女子シングル選手として、国際大会に出場した。所属国に関わらずアメリカを拠点にしていたが、フランスのヤニック・ボヌールとのペアを2008年に、 結成してからフランスに拠点を移す。2009年にフランスに帰化した。当初はアメリカで競技をしていた。2005年に所属をイギリスに移し、同年のイギリス選手権で優勝。黒人選手の優勝は初めてのことであった。翌年の同選手権ではに位。イギリスのハミッシュ・ゲーマンとペアを結成したものの、解散。2008から2009シーズンからは、 フランスのヤニック・ボヌールとペアを結成し、フランス所属の選手として国際大会に出場。世界選手権で12位に入り、この成績により翌年開催のバンクーバーオリンピックペア競技へのフランス選手の出場枠を獲得。2009から2010年シーズンもフランストップペアとしての成績を残す。2009年12月22日にフランス帰化が認められ、 バンクーバーオリンピックフランス代表となった。バンクーバーオリンピックでは14位、世界選手権では12位の成績を残すが、シーズン終了後ボヌールとのペアを解消。新たにマクシマン・コインアとペアを結成したものの、間もなく解消。2010年9月9日、パリベルシーにおけるフランス表情競技連盟のテストスケートの結果、新たにモルガン・シプレイトを組むことになった。 翌シーズンによりペアとして競技会に参加。フランス選手権では2位だったものの、欧州選手権では、フランスのペアでは最高位の6位となる。その結果、世界選手権の代表に選出された。2012から2013シーズン、ネーベルホルンハイで初めて国際大会のメダルを獲得。フランス選手権では優勝、チャレンジカップでは国際大会初優勝など、 出場した大会すべてで前年の成績を上回った。2013から2014シーズン、シプレが右手首を負傷し手術。練習が行えないために、ネーベルホルンハイと国内戦のマスターズ、スケートアメリカを欠場。エリック・ボン・パールハイには出場し5位。欧州選手権の FS ではペアでは、異例の3回転、トーループププラス3回転トーループの コンビネーションジャンプを試みるも転倒、結果は5位となった。ソチオリンピックでは10位。世界選手権の FS は最後のリフトで落下するミスを犯した。シーズンオフにはコーチをスタニスラフ・モロゾフに変更した。2014から2015シーズン、夏に練習拠点をモスクワに移したものの、秋にはすぐにフランスに戻り、元のクロード・ペリテベナールに指示した。 2015から2016シーズン、エリック・ボンパールハイは FS の前に中止となるも SP で2位となり銀メダルを獲得した。フランスのペアが ISU 主催の国際大会でメダルを獲得したのは2003年も欧州選手権でサラ・アビトボル、ステファン・ベルナディス組が銀メダルを獲得して以来13シーズンぶりのことである。2016から2017シーズン ジョンジ・マーマンとジェレミー・バレットにコーチを変更し、アメリカ・コーラル・スプリングスに練習拠点を移した。欧州選手権では3位に入り、フランスのペアとして14年ぶりに表彰台に立った。詳細、編集2006年、JGP ・ハーグでのジェームス詳細、編集、ハット ABC 女子シ,シンクルの選手として、パネッサ・ジェームズ・ウォンツ・ツーリ・プレゼント・フランス、イツワ・フッツ代表フィギュア・ペア、 出会いは、ネット読売新聞2010年1月6日、シプリス・ダンル・プラター、ハット・ハイ、ゼー、ゼー・パリ、同時多発テロ事件によるフリー種目の中止で SP の順位が最終結果となった。バンクーバーオリンピック最終予選、国際スケート連盟主催、バイオグラフィー、web.archive.org2019 年3月8日、閲覧、ゼー、ゼー、 ありがとうございます。